丈夫？なあ！うわ！ひっ！はあ！ふっ！はあ！どうよ！ああ！ひっ！はいはい！いい？大丈夫？トリュー！当たれ！どっか！任せるね！下がってみる。やっ！頼んだ。おう、引っ込んで。医者を呼んだ方がいいんじゃないか。それじゃ間に合わない。さあ、誰かいないか。体温が落ちてる。急がないと。上から医者を呼んだ方がいいんじゃないか。それちょっとあんた、手伝って。胸の方を頼んだよ。分かった。はい、圧迫。うっ、うぎゃ、よしよし、
あれ、分派の連中。分派って？方針の違いで揉めてアバランチを飛び出したの。この人たちは私の客さ。あんたを助けてくれたんだよ。そうなんだ。ごめん。助けてくれたのに、私ってば。バカバカ。シュシュシュ。さあユフィ、とりあえず部屋でゆっくり休みな。うん、そうする。ありがとね。ありがとね。ってなんだよ。言いたかないが、今時の若い娘はよ。まあまあ。あれは？あの子も客さ。世の中がざわつくと客が増えるね。の分派だよね。お前なんで知って。私すっごく尊敬してるの。本家よりずっとずっと。ああよく分かってんじゃねえか。ねえ、後で会える？頼みがあるんだ。お礼もしなくちゃね。ね、じゃあ明日宿に来い。了解。そんじゃまたね。尊敬詐欺が。まあまだガキで適当にあしらうぞ。嬉しそうだったけど。とりあえず宿に行こうぜ。今日はたくさんお魚が取れたの。明日も取れるようにおんどりしなくちゃ。お客さん、聞きましたよ。海で大活躍だったとか。ありがとうございます。ロドナーから聞いてます。しっかりとおもてなしするようにって。4部屋でいいですか？5部屋でお願いします。承知しました。あ、お代は構いません。プリシラを助けてもらったお礼です。んじゃ、まあ今日はゆっくり休むか。狭い部屋ですが、ゆっくりしていってください。こんなに部屋が埋まったのは久しぶりですよ。